さあ。私、眠らないと死んでしまうの。それで。あ、なんか言うかな。ああ、ため息が終わった。また動き出した。止まった。ゴロンと前に。もう一つ頭の状況に戻ったときに、しかいなかった。黒い雨の降る中を救急隊が駆けつけてきました。私は中国新聞の九年隊です。演説のようなものを始めました。こちら肘山国民学校で迷子の世話を焼いとっての中国新聞購読者の皆さん、おはようございました。広島駅はこの度の新型爆弾で被害を受けた方に限って無料で乗車させることにしました。山陽本線下りの線路の復旧がまだ終わっていませんので、上り列車に限ります。高野進むと高野富子を探しています。あ、無限の悲しみをたたえた空を流れ星が一つすっと割って、今肘山の向こうに消えました。
指導の事業は着々とその方を進め、その翌々年にはフランス政府より名誉ある観覧褒章の贈与を受けました。フランス人の目かけになって一生楽な暮らしをしている日本の女が随分ありますからね。あなたまでそんなことを。他の女じゃありませんよ。ああいう全身の女ですよ。本郷区駒込法来町正当者平塚来町。正当という雑誌、女たちの手による女のための文芸雑誌だってあんなに断ってございますのに、来る手紙来る手紙、小説や詩の原稿なんかいつもなくて、どれもこれも身の上相談、家での相談ばかり。旦那様と奥様のお戻りですわ。お帰りなさいまし。いやいいパーティーだった。しかし、なんといったって万丈の注目の的は私の奥さんだ。君、とても美しかったよ、ノラ。私、もう少し痛ございましたのに。物事には潮時ってものがあるんだ。引き上げ時が肝心なんだよ。私、政党をノエさんにお譲りすることにいたしました。皆さんに来ていただいて、ここで人形の家の騒会をやったことがございます。ええ、宝月先生とスマホさんにもご出席いただいて。パパとママは死にました。新聞に出ていました。兵隊さんに殺されたんだそうです。ママの写真が笑っていました。パパの顔はいつもの通りでした。ハーメリン氏の聖堂広場。浅間だき霧、ボロをまとった者たち、乞食や盲目、病んだ人々、広場を埋め尽くす。市長夫人アテーラ・グルールホートと16歳になるその娘マグダレーナ、召使いたちに伴われて教会から出てくる。豪華な衣服、二人に気づき民衆の騒ぎは次第に収まる。秘密の地下聖堂。松明に照らされた陰鬱な地下大広間。市長グルールホートとその妻アテーラが娘のマグダレーナを連れてやってくる。娘はケープのみをまとっている。グルールホート家の華麗な一室。次女たち、アテーラの指示に従い、贅沢な食卓の支度をする者、大きなたらいに入浴の用意をする者、天蓋付きベッドの覆いを剥ぐ者、来家の合図で役人たち、笛吹き男の頭に鍋をかぶせ頭を叩く。男は熊のように踊らされる。人々笑い始める。とにかく一遍でいい、日に向かって勝負をしたまえ。それからあなたの打ったような球をとどめてみたまえ。それからの話だ。だって勝とうと思ったら誰だって難しい球打つわよ。僕があんなボール打てないと思ったら間違いだぞ。わざと打たないだけの話だ。ご覧なさい、津軽さん。何が見えます？そんなところで何か言ってないでさ。言いたまえ。老人深いのね。そうでもないですのよ。歩いてるとそんなに感じませんの。みなちゃん、ただいま。え、おかえりなさい。お留守番で大変だったでしょう。うん、そうでもない。僕がお守りをしましたからね。あら。お礼を言うなら、こっちの方が先に行ってもらいたいな。ずいぶん苦心をしたんだから、この子供のお守りに。そう。菅井さんから。姉さん、笑うことなんかないわ。あら、だってあなたはもう
子供じゃないわ。ありがとう、とても親切だわ。あなたどうかしたの、目の口腫れてるんじゃない？いえ、そうかしら。泣いたの？違うわよ、母さん。私は私って何よ。私泣いてたみたいに見えない？お腹でも痛かったのか。お父さんのバカ。おお。お姉さん、私とうとう泣いちゃった。堪忍してね、さっき言ったこと。何のことそれ。いやよ、困らしちゃ。ほら、さっきね、言ったでしょ、いけないこと。そうじゃないの、そういうことじゃないの。だから、あら、あ、何の真似です、それは。逃げ出そうと思ってね。そうですか。あなたに教わったようなものです。止めはしないでしょう。止めるなと言われれば別に止めはしないけど、まあもう少しいいでしょう。話していってください。みんなに黙って言ってしまわなきゃ。あの人がいい人の将来だと。あの人と結婚しないなんて言ったけれど悪かったわ、本当に。そうよ、私さ